また先日シュアボの運営資金不足しているとおっしゃってましたがその後資金集まってるのでしょうかリーグ戦のこと考えると資金収集の方がとても大切な気がいたしますそちらの方はですね選手よりもねそうセレクションはねちょっとスタッフさんが来れなくなってねちょっとできなくなっちゃったんですけどまあそれでもそこから体験入団から来てくれてる子もいてでそれ以上にねやっぱスポンサーさんのお申し込みとかその会談が最近多くて本当ありがたいですねまあレオザ学園の方ではかなりあの発表してますしこのね 水産はもう決まりましたんで、新,た新しいスポンサー。まだまだでも、まあね、年間資金で言うとね、1000万円足りないんで、まだまだ足りないんですけど、ぜひとも概要欄からお申し込みください。スポンサー募集の方、こちら、お待ちしております。ちょうど同じシャツですね。綺麗事じゃない夢がある。こういうのできるからいいんですよね。やっぱりこの OBS 配信は。1000万円という壁の高さ感じますね。全然足りない。うーん。 いや本当ありいまな、本当,と本当今集まっていただいてる方この間のあの、セレクションの募集の動画もさ、一回作って、笠原くん見せて、こことここが、まあ大丈夫っつけないって言われて分かったよ、つって。取り出すよ、つって。サイベリアンが一ちゃんかいっすよね。東京じゃなかったら犬とか飼いたいんだけどな、サモエドとか。 もうなんかさ、もふもふ動物のインスタとかばっかり見ちゃうもんな。もうインスタのおすすめがもう、ねえ、もふもふの犬と猫とおっぱを置く女の子しか出てこないからね。三つとも買いたいよね。